怒りの騎士再びファイナルファンタジー4実況プレイ、私実況者のキョンと申します。じゃあね、今回も続きの方やっていきましょう。今回はね、このアブールのね、桟橋から船に乗って船旅になるというわけなんですが、果たしてどんな旅を待ち受けてるんでしょうかね。じゃあね、船に乗りましょう。まあその前にちょっとステータスを見ましょうか。まああんまり変わってないんですけどね。まあ強いて言うならば、ギルバートが一つレベル上がったぐらいなんですけどね。あとはみんな変わりませんね。じゃあね、次をやってみましょう。あんた、気ぃつけて、しっかり戦ってきな。うん。セシルさんたちも、しっかりね。はい。うん。では、留守を頼む。任しときな。もうなんかすげえ装飾豪華だな、この船。あんたがセシルか。活躍は聞いてるぜ。なーに、ゆっくりしててくれ。バロンなんざあっという間に着いちまう。よーし。早速出航だ。やろうとも、怒りをあげろー。キャッホー。あ、やっぱ飛び上がるんだ。バロンに着いたらどうなさるおつもりで。まず飛空艇騎士のシドに会おう。彼なら飛空艇に精通しているし力になってくれるはずだ。その御仁が無事だと良いか。寒いの？震えてるよ。いや、なんでもないんだ。なんだ？なんか出てきましたよ、なんか出てきましたよ。まさか本当にいたのか。大海原の主、あいつがリヴァイオさんだ。これ見たことがあるシーンですけどね、この渦。そしてなんかできたよ。なんか前にもこんなパターンあったような気がするんですけどね。てめえら、オロオロすんじゃねえ。なんとかやり過ごすっかい。キャー！リディオ、リディア、ヤン、うわー、ギルバート、あー吸い込まれる。ここは、リディア、ギルバート、ヤン、一人か。一人ですか？お一人様になっちゃいましたよ。ついにお一人様です。
かもすっげえ残念な曲流れですし、なんか終了のお知らせって感じなんですけどね。すいません、笑っちゃって。なんか終了のお知らせしか聞こえないんですけどね、これ。じゃあ。続きをやっていきたいと思いまーす。いや、飲み込まれるのかなって思ったんですけど、いやいや、助かりましたね。でも、お一人か。なんか間違いある。行ってみよう。たどり着いた先はミシリア。おー、これまたどういうもんだ？大事魔導士発見ということで、お前に話すこと何もない。あー、嫌われましたね。ネビルロードとは次元の道、ここを通るには、家内の生命力が犠牲となるため悪魔の道、ネビルロードと名付けられました。ほうほう。お前の、あの時の、こうしてやる、トード。買いに帰られました。こんなんです。カエルだとちゃんとね、こういう風にね、ちゃんとドットがあるんですよね。じゃあ、戻してもらいましょうか。このように元に戻してもらいます。で、ひえーバロンの暗黒騎士だー。なんか以前にもこういうのありましたよね。で、ちゃんと飛び越えてくれるんですよね。あ、どっか行っちゃった。白と黒の二人の魔導士がいるんですが、人が人を傷つける悲しいことです。ここはバロンに通じるデビルロード、あんなことが二度と起きないよう封印されています。というわけで封印されてます。ここが道具屋ですね。まあいろいろ売ってますね。ここへ来てね、コテージが売られてます。ハイポーションと山火構想、結構いろいろ売ってますね。まあ、物色しながら行こうか。まあ、宿屋行く前に、ちょっと覗いてもらおう。武器は何売ってっかな？いろいろ売ってますね。ここに売っている品は貴様のような暗黒騎士には触ることも恐れ多いものだ。おう、恐れ多いとな。どれも装備できません。じゃあ宿屋行こうか。クリスタルと仲間を奪ったバロンを許すな。はい。勘弁してください。仲間を返して。うるせえ、暗黒騎士なんか怖かねえや。そんな中にね、ネビングエイがどさくさに紛れ込んでるんですよね。いや、買えません。はい。で、この魔導士は長旅でお疲れでしょう、これを飲みになって。ごふん、ほんのちょっと毒をぼらせてもらったぜ。仲間の恨みだ。というわけで毒もらっちゃいました。なんかこれのために毒消しを使うのはちょっともったいないな。40ギルか。ちなみに、まあ、この踊り子は話すのは後にしようかな。ここは宿屋ですね。あなたたちのせいで私たちがどれだけ苦しんだか。貴様はよくここに来れるな。では、ここは祈りの館ですね。ここは祈りの館、長老がお話を聞いてくださるそうです。長老は全てお許しになられます。でも私はあなたたちを許す気には。
火、土、水、風、すべての源。おぉ、なんか本ですね。黒魔法大全。黒魔法大全、初めて起きられた。悪しき心は一体どこから生まれてくるのでしょう。誰しも初めは無垢な赤子なのに。初めて起きられた。気になるな、黒魔法大全。いろんな本があるんですね。誰もいない。ではね、長老に話を聞きましょう。そなたはあの時の、今度は一体何のようじゃ。飛空艇団を指揮していましたセシルと言います。あの時は王の命令に背く勇気がありませんでした。謝ってもらっても、死んでいった者たちは生き返ってはこん。しかし今のそなたからは、その姿とは違う輝きのかけらが見受けられる。話を聞く価値はありそうじゃ。今はバロンを操るゴルベーザというものと戦っています。しかし仲間が囚われ、助けに行く途中リヴァイアさんに襲われて、他の仲間も。それもそなたに与えられた試練じゃろ。しかし暗黒剣に頼っていては真の悪を倒せぬばかりか、そなた自身もいつか悪しき心に染まってしまうやろかもしれぬ。もしそなたが良き心で戦おうと願うならば、東にある試練の山に行け。そこで強い運命がそなたを待ち受けておるはずじゃ。しかし早く仲間を助け出さなければ。そなたの大事な人じゃな。しかし焦ってはならん。そなたには大きな運命を背負っているようじゃ。まずは試練の山に登ってみるがよい。その邪悪な剣を聖なる剣に変えなければならぬ。聖なる光を受け入れられる者は、聖なる騎士、パラディンとなれるそうじゃが、志を抱き試練の山へ行った者は数多いが、誰一人として戻ってはこん。どうじゃ、行ってみるか。ええ。しかし暗黒剣で一人では辛かろう。魔導士を共につけてやろう。バラムポロム。何か。バロムはどうした。バロムったらまた。おめえがあの時のバロンのやつか。じいさんの命令だから仕方なく手を貸してやってんだから、ありがたく思えよ。この二人が。さよ、双子の魔導士パロモとポロムじゃ。修行中の身じゃが助けになるじゃろう。まだ幼いが、その質はわしが保証する。このミシリアの天才児パロム様がお供してやるんだから、ありがとうも思うんだな。パロム、おぬしらの修行も金でおるんじゃ。セシルさんとおっしゃいましたね。よろしくお願いいたしますわ。ほら、パロムも。よろしくな、あんちゃん。というわけで、パロムとポロムが仲間になりました。旅立つのじゃ、試練の山へ。パロム、ポロム、頼んだぞよ。パラディンになれたら信じることにいたします。試してくるのです。あなたが光を受け入れられるかどうか。というわけで、試練の山へ行けってことですね。パラディンとは、聖なる騎士、暗黒騎士の対極をなすもの。おぉ。とりあえずパラディンになれってことですね。あら、パロム、ポロム、試練の山なら東よ。試練の山には多くの者が挑んだが、誰一人帰ってこなかった。試練に対え、その姿と決別するのです。ここはセリフ変わんないですね。イエーイ、あんたがパラになるって、冗談じゃないだろうね。今度は飛び上がらなくなったね。デビルロードはいいや。はい。おい、お前がパラディになれるもんか。
試練の山は手強いアンテッドの巣だ。暗黒拳なんか通用するもんか。割と親切ですね。何装備してるかな。まあ、これがポロムですが、杖、羽根付き帽子、まあ、鉄の弱か。とりあえず、これ装備させておこうか。まあ、回復かなめだからな、一応。まあ、まあ、変わんねえのかよ。ロッドか。まあ、ロッドもいいけど、アイスロッドもいいよね。まあ、なんか防具見ていこうか。なるほどね。これは3つ買った方がいいのかな。なるほどね。とりあえずこれを買っとこうか。無事に帰ってこれたら、ここの武器が使えるが、まず無理だろう。何を買おうかなーって。まあ、いろいろ売ってますが、まあ、フレイムロッドと、クリアシャツは買っとこうか。これの方が便利なんでね。次は、三角帽子か。三角帽子。大地の衣。銀の腕輪かな。上がった上がった。まあ、アイスもいいけど、ここは、次はフレイムの方がいいんでね。三角。第一で、銀の腕は、と。もう並び替えようかな。これでいいかな？よし。さてと、じゃあね、今度は宿屋行ってみよっか、宿屋。なんか情報入るかな。かかかか、勘弁。え？試練の山に登られる？パルムポルム、この人を信用しちゃダメよ。お前がパラディン？へへ、笑わせるなってんだ。あんたがパラディンに？だったら俺でもなれそうだ。言っちゃいましたね。で、このさっき踊り子なんですが、見てみて私のダンス。なんか怪しげな曲流れますけどね。なんか怪しいバックが。だんだん眠くなってきた。修行が足りんの。なんなんでしょうね、さっきのばあさん。一体何者やら。というわけで舞台になっちゃいました。こんな感じです。なんかセシルだけ黒豚なんですけどね。なんか豚も悪くないような気もするんですけど。いやはや、いやはや。はい、じゃあもう一回元に戻りましょう。まあこのように戻れまーす。というわけで、はい。
とりあえず、あれ買ってこよっかな。あれ売ってるかな。あ、売ってないのか、ここ。あ、あじゃあね、ギリもいいところなんで、ね、今回実況ね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。